本最高峰の戦いリーグワン初代王座をかけて雌雄を決するのは東京サントリーサンゴリアス、対するは埼玉パナソニックワイルドナイツ。決戦の舞台はここ国立競技場です。さあ今そのチャンピオントロフィーの隣すり抜けていきます青いジャージです、埼玉ワイルドナイツ。そのアタックの精度をどこまでこう高めて戦えるかというところですよね。石原から田村ビッグゴー効いているいいの、あと1メートル藤島さん出ますね前に。これだから あんまりこう長いパス使わずにね、どんどん一人一人こう前に出てるのはいいと思いますね。中村亮斗うわっとライリーが奪いかけた、ノックオンアドバンテージをサントリーに見ています。中村さん得点王にもなりました。ちょっとこう格の違いを見せましたよね。そしてこの笑顔もしっかりおなじみになっています。最初の得点は東京サンゴリアスです。トロフィーを回っています。3対0先制したのは東京サンゴリアス。反則をいかに減らせるかという反則ペナルティがポイントになると言っています。そうでしょうね。前回の対戦サントリーペナルティ16あったんですよね。サンゴリアスこれは厳しいですよね。今日そこをおそらく課題にしていると思います、さあ大阪に当たりました。キックした後のボールこれしかし入りました。前に投げていますので、はい、にありますトライキャンセルで、はい、トライキャンセル、10メーターと半メーターの間ぐらい、はい、そうですね、はい、はい、ハーフウェイラインから3メーターぐらいですかね、はい、ノートライ、はい、ノートライ、ノートライ、トライは認められませんでした。ワイルドナイツが稲垣、坂瀬キャプテン、そして藤井大輝です。24歳、おお。藤井女の子を激励されます。長い距離のペナルティーゴール、距離はどうか、決まった。いやこの難しく長い距離を追いつきます埼玉パナソニックワイルドナイツ。本来1月7日の開幕はこの場所で戦うはずでした。さあ乱れたボールがサンゴリアス、中村キャプテン抱えに行くのが7番です、ボーシェ。来ました、藤島さん、この人ですね。そうですね、タンオーバーの達人なんですね。ニュージーランド国内でも有名だった、おお、いった取りました。3番か、超えるか、笑顔でした。そうです、パーです。来た、小沢ノーステイスでノーヨークスローダウンさせました。ライリーギリギリ離したのうちに左に来た、左に来た、先ほどのペナルティーゴールは一つ外していますが、さあこちらからのキックは角度は初めてです。決まった。さあ2点をさらに追加します。10対3、この時点で7点のリードとしていますパナソニックワイルドナイツ。リーグワンの初代王者を争う両チーム、やはりこの場所で顔を合わせることになりました。うわー、この意味で使った、決まった、ここで飛び込んで布巻がキープ、ピック、ゴー、決まった。ここに向かって大切に抱えて飛び込んだ、日本のこれですね。この手に触ってから一旦ボール落ちたのを抑えてるっていうことなんでしょうね。その TMO のチェックではここでちょっと触って触って落ちてると。時計がいつの間にか39分、離したボール堀越、田村、中村キャプテン、うわよく拾った、マッケンジー、最後止めたのは山沢だ。山沢がトライセーブ、ノックオン誘いました。手前まもなく40分になります前半。これでワイルドナイツボールのスクラムになります。リーグワンの初代王者をかけた戦いです。前が崩れます、おお、また巡ってきた、
これ一列森川を吠えます。戦いもさあ後半最初の追加点は東京サンゴリアス、それで6点となります。6対10。マッケンジー話しましたね、いいのがここにいた。ああいいサポート、なかなか手しかし、ここにタックルボールが繋がっている。尾崎、うわー、これ入れた、すごいドライブ。アドバンテージをその前見ていたようです。決まった、しっかりと3点を追加してきます。これで9点。さあ背中についた、1点差です。コーネルセン2人の間をついてきました。内田、稲垣、うお押し返した森川か、ボール奪ったか、また振りました、手に高かった、4分の4。さあまた3点を追加して、また迫ります。背中につらした12対13。手前バル、うん、長谷川、入る、小沢来た、小沢攻め、陣地できていないか、ボールが出てきます、山沢のところです。開きながらもらった、ラグビーマージュのインタビューにも書いてありましたけども、2015年のワールドカップのプレー見たくないっていう、自分の体の身のこなしが下手すぎて、あんなに上手いと思ってた人がそう今思うぐらい、体をどうやって機能的にこうね、効率で動かすかっていうことを研究されてきたってことですよね。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。優勝決まった瞬間のお気持ち聞かせてください。なかなかシーズンを通してすごく調整が難しいシーズンだったと思います。それは我々だけではなくて全てのチーム、そして会場に足を運んでくださるファンの皆様も難しい状況だったと思います。そんな中でこういった形でいい形でシーズンを締めくくることができて本当に最高です。開幕思えば2試合中止でした。そこからの優勝、今シーズン振り返っていかがですか。本当に、そこは苦しかったですけど、ただその2週間があってもう一度みんなで足元見つめてつながることができていいチームになれたと思うので、そこから1試合1試合成長して今があると思います。今いいチームというお話ありましたが、キャプテンとしてこのチームどんなチームでしたか。みんなが自分の役割を果たせる、そういうプロフェッショナルのチームだと思います。ありがとうございます。優勝本当におめでとうございます。ありがとうございました。すでに舞台は占領されています。中村明宏キャプテン、笑顔はありませんがしっかり手を挙げて観客に応えてくれました。だから本当にいいプレーができた
とは言えないでしょうしね、うん、ちょっと、まあ、悔いの残る負けでしょうね、うん、あなるほど。さあ堀江選手がその盾を受け取ります。チャンピオンの証です。そしてあやっぱりキャプテンです。最後さあそのチャンピオントロフィー、さあいよいよそのチャンピオントロフィーを掲げる時間です。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますね。